皆さんこんにちは。ベルリンからテノール歌手の吉田志門です。大変ご無沙汰しています。すいません、最近は、僕の個人的な、テノール歌手吉田志門としての動画が多くなってしまって、多分ね、このチャンネル登録してくださっている方の多くは、おそらく歌が上手くなりたいだとか、ドイツ語、ね、で歌を歌えるようになりたいだとか、多分そういったニーズでこのチャンネルをご覧になっていると思うんですけれど、なかなかそういった類の動画が出せてなくて申し訳なかったなと思っています。ちょっとね、時間なかなか取れない時が多いため、編集はちょっとね、少し少なめかもしれないですけれど、まあ、それでも皆様のためになるような動画を今後も出していきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。はい、今日はタイトルにある通り、歌う時に鼻から吸うべきか、あるいは口から吸うべきかということについて、僕の意見をお話しさせていただきたいなと思います。これね、いろんな、まあ、例えば音大だとか、レッスンだとか、いろんな場で、どう吸いなさいという話はされると思います。なんですけれど、まあ、結論から言うと、僕は完全に口から吸う派です。一時期ね、ずっと鼻で吸ってた時期もあったんですけれど、まあ、それを経て、今は、口から吸う派に、まあ、落ち着いているという感じです。ですね、まあ、それの、メリットとデメリットについてお話ししていこうと思います。鼻から吸う一番、大きな、まあ、例えばね、鼻から吸う一番の理由っていうのは多分、深く深呼吸ができるよっていう風な、話だと思うんですね。で、まあ、それは確かに一理あるかもしれないです。確かに深呼吸してって言われてはぁーってする人いないですよね。深呼吸するってなったら多分 99% の人が鼻からと吸うと思います。でも注意していれば、口から吸っても深いところに息っていうのは入ってきます。でもう一つね、実は2つ鼻から吸うことのデメリットがあります。1つ目はですね、時間がかかるっていうことです。例えばね、歌、簡単な歌だったらいいですけれど、息継ぎが結構大変な歌の時にですね、こう長く長く歌った後でとね、息を吸う時間は、おそらくないかと思います。で結局実践すると、実用的には、鼻から吸うっていうのはなかなか難しい場面が出てきます。そういった時にね、口から吸うとですね、例えばですけれど、ギトンラーブッウッドッッと吸えないと思います。となった時に結局口から吸うほかないということですね。でもう一つの、大きなデメリットはですね、これが、本当に大きなデメリットなんですけれど、鼻から吸うと、でも鼻から声って出ないじゃないですか。声が出るのって口から出ますよね。あーと、つまりは吸う場所と声が出る場所が違うんですね。でそうすると支えが浅くなるリスクがあります。で実際に、まあ、僕は男性なので喉仏がありますから、喉仏で見ていただきたいんですけれど、鼻で吸うとここまで下がります。でも口から吸うとね、ここまで下げることができます。で当然ながら喉仏が下がっていれば下がっているほど、深い声が出やすいので、まあ、もちろんね、下げればいいっていうわけじゃないんですけれど、まあ、そういう意味でも、支えをね、浅くしないという意味でも、鼻から吸うよりも口から吸う方が、ね、深いところに、息が入りやすいかなというのが僕の印象です。で先ほども申し上げた通り、口から吸う一番大きなメリットは、吸う場所と「あ」と声が出る場所が完全にリンクしてるってことですね。あとね、もうまるでこう空気をこう拾って「あ」と投げるようなね、あとキャッチボールをするような感覚で「あ」とできるので、まあ、視覚的にも、感覚的にも分かりやすいかなと思います。で先ほども申し上げましたけれど、鼻で吸うよりも「あ」とね、一瞬で声が「あ」よりも「あ」という方が、さらに、コンマ何秒の、
世界で据えるので、まあ、歌う時にはまあ実践的かなと思います。そしてですね、これが隠れたメリットなんですけれど、口から吸うと外見的に見えやすいんですね。でそうすると例えば先生方あるいはですね、指揮者の方あるいはまあオケでもいいですけれど、あるいはピアノと一緒に音楽をする時もですね、ピアニストの方に今歌始まるよっていうのがですね、より分かりやすいんですね。これいつ入るかなかなか分かんないんですけど、って言ってからこうやって止まることはできないので、あというふうにね、あきっと今すぐ来るんだなっていうのが、視覚的に分かりやすいかなと。くれるよねの方が、まあ、音もしますし分かりやすいかなというメリットがあります。で、一つだけ注意していただきたいのが、口から吸う時の、一つ、リスクあるいはデメリットですね。これは、口からねやっぱり吸うと口の中が乾燥します。例えばこれから寒くなってくるので、特に、冷たい、ね、息、まあ、いろんなウイルスとかあると思うので、そういうのがねここに入ってきやすいっていうのは一番大きなデメリットかなと思います。まあ、生徒さんの中でも、ね、口で吸ってみてくださいって言った次の日ぐらいにちょっとなんか喉が痛い気がしますと、ね、いうふうにおっしゃってた生徒さんもいらっしゃいました。これねやっぱ最初のうちは慣れかなと思います。ですけれど例えば野外でオペラをしますとか野外でコンサートしますとか、あるいは寝そべりながら歌うとね、まあ、オペラではそういったシチュエーションが特別なシチュエーションがあると思うんですけれど、そうなった時に、まあ、舞台上ね結構ほこり溜まってますから、でそういう時に口を開けていつもね、たっぷり息吸ってると、あっという間にほこりがね、吸収されて喉が痛くなってしまいます。まあ、そういった時はね鼻から静かに、吸うっていうのも、まあ、一緒に使いながら使い分けながら呼吸されるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで1ヶ月どころか2ヶ月ぶりぐらいにね、こういった動画を投稿させていただきました。まあ、今回はねちょっとリハビリがてらつらつらと喋らせていただきましたけれど、まあ、今後もこのような歌う人にとっては気になるトピック、あるいはね今から歌を始めたい方を勇気づけられるような動画を作っていきたいなと思っています。今後ともよろしくお願いします。それではベルリンからテノール歌手の吉田志門でした。チュース。